アロハ、ハワイの天子番です。本日もハワイの最新コロナ情報をお届けしたいと思います。今日はビジュアルを用意しました。今日で自宅待機が29日目、いよいよ一月になるんですけど、やっぱりね、ちょっとこう精神的にもストレスが溜まってきてるのか、僕なんかもちょっと寝れない日があったりなんかして、やっぱりこれからもね、メンタルにストレスが溜まってくるので、また将来的不安や経済的な不安がこう日に日にうちにこもってると、やっぱりそれも増幅してきちゃうので、行政なんかもメンタルのケアを今後どうしていくかっていうのも考えていくのが必要なんじゃないかなと思ってます。さて、今日の時点で感染者は596人、死者は12名です。だけどハワイの場合、ステイホームも一月もやってるので、これがすごい効果出てると思います。昨日に比べて感染者は4人増加だけ、死者はね、この数日増加数ゼロなんで、家にいて他の人を感染させない、そして医療機関をですね、崩壊させないという面においては、ハワイは非常に成功していると言えると思います。ただ、じゃあもう緩めてもいいんじゃないかなと思うんですけど、なんとですね、自宅待機が5月の31日まで延長されることになりました。もう学校はですね、今年度はもうなくなっちゃってたんで、子どもはまあずっと家にいることが決定したんですが、全体的に、ステイホームもあと1月以上ですね、40日ほど伸びることになりました。これちょっとはっきり言って凹むんですけど、でもですね、方向性としては間違ってないと思います。アメリカでもジョージア州とか、今まだこういうカーブの時に経済活動を始めようとしている州があって、そういうところでは必ずリバウンドになるって言われているので、ハワイの場合このようにちょっと厳しめにやった方が緩いよりは絶対いいんじゃないかと思って、長い目で見ればこういうふうに厳しくやって完全に感染症とした方が、経済活動の開始もしやすくなるなと思ってます。とはいえですね、今現在ハワイの失業率はなんと全米ワーストの 37%、 失業保険システムがパンクしちゃって、一月以上、何の、手当どころかアップデートもないっていうところ、人がたくさんいます。そしてですね、マスクの着用が義務化されました。外に出るときは基本マスク、テイクアウトの店とかでもマスクしてないと買えないよ、マラサダのハワイ界にはマラサダありますけれども、マスクないと買えなかったりします。あとですね、そんな中でパブリックパークでは今週の土曜日から運動、ジョギングしたり歩いたりだけなんですけど、OK になりました。なる予定です。ただね、ここで野球とかサッカーとかバーベキューとか、ピクニックとかはまだしちゃいけないですね。でもハワイのそのステイホームが功を奏しているので、これからどん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 数字が良くなってくれば、ビーチの開放も来月にあるんじゃないかと。あとちょっとこれ嬉しいニュース、ゴルフ場5月1日にも、一定条件満たせば、例えばカートに1人だけとかっていう条件があるんですけど、それを満たせばゴルフ場が開くかもしれません。地元ハワイ界早く開いてほしいですね。これ不動産関連で言いますと、ここバケレンもステイホームしている間、5月31日まではしちゃいけないことになってます。ただ、これ実質もう観光客がゼロなんで、バケレンはほぼ休業状態なんですけど、例えばですね、フロントデスク業務があったりとか、フロントデスクがあったり、いわゆるホテルとか、あとは建物でこういう宿泊客をフロント業と同じように把握できれば、それは例外的に OK ということになってます。なので一部バキバニアとかは対応できるように、今予約情報とかを組合で集めるというようなことをしています。でもですね、この
まだやっぱりハワイに来ないでって言ってるんですけど、毎日100人ぐらいは来ちゃってて、それの取り締まりが今すごく厳しくなってます。今日もね、2人で来てた若いカップルがコーレンティーン以前に出歩いちゃって、で結局逮捕されて、州外に帰ってもらったっていうニュースも出てましたし、僕の会社で管理している物件でもハワイに来たら今もう14日間コーレンティーンしなくちゃいけないんですけど、部屋の中にずっといなくちゃいけないんですけど、その命令を破って出ちゃったりなんかすると、もうすぐそこの建物から退去しなきゃいけない、州から出ててもらうという取り締まりがですね、結構かなり厳しくなってます。なのでハワイ州本気で今頑張ってるなっていうのが分かりますね。なので、これからどう数字が下がって、こういうところ段階的に、まず州の中の人の生活を元に戻すのかっていう、まあどうやってやっていくかっていう段階までちょっと来始めてるような気がします。不動産最後の売買なんですけど、売買面でいうとかなり、動き様子になってますね。今オープンハウスとかも、やっちゃいけないので、なかなか動いて、来ないような印象です。でもね、実需、例えば州内のローカルの人が住むような物件はやっぱり問い合わせが来ているので、投資用に比べたらこっちの方はまだ動いてるかなっていう気がしますけども、まだまだちょっと元に戻るまでは時間かかりますが、今州では5月頭ぐらいから不動産活動とか、例えば車屋さん、カーディーラシップなんかは、まあ、ある程度ソーシャルディスタンス守れば元に戻してもいいんじゃないかっていう話もしていますので、各業界で様子を見ながらちょっとずつ、経済活動を戻していくっていう動きがちらほら見えています。それではちょっと長くなってしまいましたが、皆さんも日本で、3密をかけて、一緒にハワイと日本でステイホームを頑張っていきましょう。それでは Until next time.